ニュースをお伝えします。人民経済の各部門で成果が収められています。スーチョン地区青年炭鉱連合企業所、特チョン地区炭鉱連合企業所などの石炭工業部門の労働者は、屈伸を優先させ最短と運搬能力を高めて石炭工業省全体の上半期の人民経済の計画を達成し、計画より数十万トンの石炭を増産しました。ハノフン鉄道局では、年始めから人民経済の各部門に必要な重要貨物の輸送に拍車をかけて、25日まで上半期の計画を 105% やり遂げました。平壌歯科衛生用品工場で生産工程の近代化と新製品の開発を積極的に推進しています。工場では真空蒸留法による発火油の生成工程の改造と歯磨き粉の自動包装機の製作で、節電とクオリティアップ、生産能力の向上、包装の衛生美化を実現しました。そして新しく改造された練り歯磨きのチューブの生産工程をモデルとして、配合作業班の各タンクの間の移送工程を新築し、練り歯磨きの自動計数機、汎用機の冷却設備を製作し、製品の質を正確に評価する分析方法を確立しました。工場の技術者たちは、生産過程に出る副産物をリサイクル化する上での技術的懸案を解決し、歯科用品のコストダウンを図る合理的な原料配合の比率を定めました。国内の伝統的な微生物発酵法を利用した練り歯磨きと、抗炎症の作用をするアロエ練り歯磨きなど、さまざまな機能性を持つ治療用の練り歯磨きとうがい薬などが開発されて好評を博しています。なり化粧品技術交流社で、天然機能性化粧品の開発を積極的に推進しています。ゆりを意味するなりブランドの天然機能性化粧品は、顔の皮膚を滑らかにし輝きを与えて、美肌効果や健康美を表すもので女性に人気です。交流社では、近年化粧品の生産技術を発展させて、国内の天然物質を原料に世界の有名ブランドの化粧品と比肩できる20種以上の機能性化粧品を開発しました。また化粧品工業で世界的なトレンドとなっている抗酸化剤を導入して、化粧品の質を一段と向上させました。スキンケア専用のクリームやエッセンスは、2019年の全国化粧品展示会と第30回全国人民消費財展示会で優秀な評価を受けました。このような化粧品は、ケソンコルニンジンのエキスといろいろな天然物質が配合されたもので、優れた薬理作用をします。各地の航空クラブでレコードをマークするために励んでいます。平壌市航空クラブでは、今年に入って滑空性能に優れた模型航空機を作り出し、いろいろな訓練機材も新しく製作しました。一定の時間にもっと高い高度を飛び、競技で高成績が期待できる新しい模型航空機と機材が製作されて、記録更新が可能になりました。平壌北道航空クラブ、ケソン市航空クラブで製作された模型航空機も、空中停止時間と飛行高度、スピードなどが優れているので好評を博しています。ここの航空クラブでは、模型航空機の性能の改善に伴って、操縦技術と飛ばしの基礎技術を熟達させるための新しいトレーニング方法も導入して、選手たちのレベルアップを図りました。各地の航空クラブでも、選手たちの種目別競技適応能力を高めるため、さまざまな気候と場所での訓練を強めています。南朝鮮のインターネットメディア民衆の声によりますと、安倍反対反日青年学生共同行動所属の大学生たちが23日ソウルの日本大使館周辺の少女の像の前で座り込みに入りました。大学生たちは20日、極右団体が少女の像の後ろに日本帝国主義のシンボルである旭日旗を掲げるなど、少女の像を撤去させる企みをそのままさらけ出したことに触れ、少女の像の撤去を云々して旧日本軍性奴隷問題の解決のための運動を歪曲し冒涜する極右団体を非難しています。そして少女の像の安全が保障されるまで徹夜の座り込みに入ると主張しました。
一方、南朝鮮の連合ニュースによりますと、24日、旧日本軍制度連問題の解決のための釜山行政行動は、最近またもや少女の像を毀損させた極右団体を非難して、日本総領事館の前にある少女の像の前でデモを繰り広げました。これに先立って22日、少女の像を守る釜山市民行動は、少女の像を侮辱し卑下した者を処罰することを警察に求めました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。キャリアウーマン。今、各国では健康と治療のための反射療法が広く取り入れられています。この療法の研究に一生を捧げている女性科学者がいます。商業小スポーツ団の研究者、キャリアウーマンのキム・ソンヒさんです。キムさんは国中の人々を相手に各地域や職業、性格などを考慮した独自の反射療法を研究しました。30年余りの研究を通してキムさんは国内で反射療法を医学の各分野と大衆健康管理に効果的に利用できる科学的基礎を固めました。腎臓結石と不妊症、機能不全など多くの疾病を反射療法で治療できる方法を確立しました。治療過程に見られる副作用と疾病を見分け、副作用を解消できる方法も確立しました。そして現代医学とともに伝統医学の古典医学を研究して反射療法も発展しました。また治療に用いられる薬物を国内の現状で作る土台を築き、治療機器も考案しました。さらに予防医学が基本となっている社会主義保険医療制度にふさわしく、反射区域による診断と予防診断のシステムも構築しました。キムさんが朝鮮人の体質に合うよう完成した大衆健康管理方法は、疲労回復や肉体的機能の改善、病気の予防と薬物による負担を軽減するのに大いに役立っています。その一つは、二人が向かい合って歌を歌いながら反射療法を適用することです。これは手足を同時に刺激するので、さらなる効果を表し、導入した一般家庭を活用、寄付を確立する上で最適でした。共和国では毎年反射療法のセミナーが行われ、キムさんが講師を務めています。これだけでなく、国中の多くの健康センターでキムさんの指導を受け、反射療法を積極的に取り入れていますが、その効果は大、需要は日増しに高まるばかりです。キムさんのお話と反射療法は空調電動磨けと電動磨きと電動サービスを発信しました。適用範囲が広まる一方で、この反射療法の研究はそう簡単なものではありません。けれど、皆が健康な体で国のためにより良いことができるのは、それに越したことはないでしょう。もう60の闘技を越したキムさんですが、今も人々の健康増進のための研究に全力投球しています。キャリアウーマン、高大師とお話ししました。権力を切るという品質が伝えるのは、権力を切るというのは、所詮で作った高い精度を出す日本型のトウモロコシの品質です。トウモロコシの他の品種に比べ、生育期日が短く、前作と後作ともに穀物が可能な二毛作に適しているだけでなく、背丈が低いので雨風にもよく耐える品種です。1905年2016年9月のある日、敬愛する最高指導者金正恩委員長が京極球を育成した農場を訪れました。金正恩委員長が何度も訪れ、
国の総合的な種子の研究と開発をするところとして作ってやった農場でした。特にその前の年の8月には高松総風土にある優良品種の作物をより多く開発することを教え、農場の運営上の手間が一つ一つ解決してやっています。金蔵委員長は農場でトウモロコシとおかぶの新種を育種したという話を聞いて喜び勇んで出かけてきたとし、取り入れたばかりの収量の多い品種の農作物を見ました。腕ほどもあるトウモロコシの実と充実した稲穂は見るほど素晴らしいものでした。金蔵委員長は見事なものだ、すこぶる満足だと言ってトウモロコシの新種について詳しく把握しました。そしてトウモロコシの新種をピョンオク級と命名しました。翌年の9月、金蔵委員長はまたもやこの農場を訪れました。農場では日照りが続く不利な天候の中でも優良品種を植えてヘクタールあたりの収量を前に比べ4倍以上引き上げました。ピョンオク級を植えた畑には腕ほどもあるトウモロコシの実がなりました。畑を見て金蔵委員長はトウモロコシのさやぐ音は人民の笑い声に聞こえると言いました。人民の食生活に潤いをもたらすため歩みまた歩む農場の道、まさに金蔵委員長はその道に喜びを見出しているのです。九という品種が伝えるのは、高台市とお話ししました。